少なくても売り上げ上がるインスタグラムの攻略法。そもそもそんなに頑張らなくてもフォロワー数が増えなくても売ることは可能な。インスタグラムを使った攻略なのであれば、その総フォロワー数で売り上げ上がる動線は出ちゃいます。時は令和ビジネス戦国時代。ビジネスの常識をバッサバッサ叩き、マーケティング侍の非常識なビジネストーク。チャオ、マーケティング侍のリュウです。このチャンネルでは実践的に今すぐ使えるマーケティングをシェアしていきたいと思います。はい、リュウ先生、今日もよろしくお願いします。僕ちょっと SNS 始めようと思ってて。なるほど、はい。もうね、その話半年間聞きました。残念なんですけど、もうね、このチャンネルのリスナーもいい加減にしろよと、はい、もうね、ホイミン君の嘘はもうバレてますよ。今度こそやるんです。今度こそ、はい、なるほどね。 やろうと思ってるんですけど、ああいうのってフォロワー数が物を言うんじゃないかなと思うんですけど。それは当たり前よ。はい、やっぱ多い方がいいんすかね。多いか少ないかだけの話言うんだったら、はい、それは多い方が結果は出ます。うん、やっぱそうですよね。まあ、それはそうですよね。例えば YouTube に関してもさ、チャンネル登録数が100人しかいないのと、はい、1000万人いるのでは意味が違うわけ。そうですよね。まあ、それはそうでしょ。はい、いやでもやっぱ僕今から始めてフォロワー数集めるのって絶対時間かかるじゃないですか。そうだね。もっとサクッと、まあ、そうだねっていうか、集める手法あるんだけども、はい、まあなかなかやっぱね、いくつかのステップを踏んでいかなきゃいけないから大変かもね。そうっすよね。なんかもっと楽して儲けたいなと思って。なるほど、楽して儲けたい。はい。ああ、まあフォロワーを増やすとかそんなんじゃなくて、もうシンプルに、はい、まあ、すごい少ないフォロワーでも売り上げを作るみたいな。そうです、そうです。あ、そういう手法あるよ。やっぱあるんすか。あります。まあ、大体マーケティングだから何か言われれば何か出てきますね、このチャンネルは。ありますね。ってことで、今回のテーマはフォロワー数が少なくても売り上げが上がる SNS 戦略ということで話をしていきたいんですけども、フォロワー数が少なくても売り上げが上がる方法として考えなきゃいけないことは、まあ3つあるんですね。まず1つがターゲット。ターゲット、誰が対象者になるのかっていうターゲット。まあやはりこれは絞った方が売り上げが上がりやすいんで、まずもう本当に専門的なコンテンツとかを作っていくのは1個いい方法ではある。まあ、YouTube とかでもそうなんだけども、もうターゲットを本当に絞り込みに絞り込んでいて、はい、誰が見るのっていうぐらいまで絞り込んで、うん、も実はその少人数しか見ないんだけども、その人が求めてましたっていう動画がさ、はい、あればさ伸びていくわけ。伸びていくっていうか、求めてるって動画が見つかれば、はい、ほんの数十回か数十再生しかされてなかったら商品が売れたりとか、そういうことは起きるよね。2つ目がエンゲージメント。まあ、いわゆる関係値、うん、その見ているリスナーであったりとか、フォローしているフォロワーさんとコミュニケーションを取れば取るほどその反応上がってくるから、うん、ライブで売ってくって手法なんかもあったりするね、今の時代だとね。うん、なんだけども、まあ、ホイミン君とかですね、はい、まあ、おそらくそのターゲットを絞るって言っても、はい、まあ、おそらくそんな絞らないでしょうし、はい、お客さんとのやり取りをしましょうって言っても、おそらくやらないでしょうから、もうね、もっとシンプルに、パッと売り上げが上がる方法を言います。それは3番目、はい、購買動線を作る。購買動線、まあ、簡単に言うと、はい、最初からそのお客様が商品を買う動線だけを設定をすれば、そもそもそんなに頑張らなくてもフォロワー数が増えなくても売ることは可能なの。儲けることは可能です、うん、でここで重要になってくるのが、その商品を売るまでの流れ、この購買動線というのを作って、かつやりやすい SNS の選択っていうのが必要になってくるから。やりやすい SNS ですか。そう、まあ、例えば YouTube ありますと、 YouTube ってさ、はい、すっごいポテンシャル高いんだよ。うんうん、このマーケティング侍のチャンネルを見てくれてる方からもですね、非常にたくさんの方がイベントに来てくれたりとか、はい、ね、私がじゃあ講演会やりますよっていうと、毎回募集をするとね、まあ、それこそ1000人近くの方が来てくれたりとかっていうのをしたりするわけだよね、うん、はい、まあ、なんだけども、ホイミン君にとって YouTube やりましょうって言っても、おそらくスマートフォンを開いて、ね、カメラで撮ることもしないでしょうから、まあ、そういうぐうたらなホイミン君、まあ、今回あるでしょ、フォロワー数が少なくて、しかも楽して売り上げ上がるってなってくると、はい、もうそうなってくるとね、選択肢としては、まあ、YouTube はちょっとまあなかなか難しいと、うん、でそうなってくると、他にもさ TikTok とか X とか出てくるんだけども、はい、今日はもうズバリね、簡単に始められて結果が出るっていうと、本人ああインスタグラムです。インスタですか。はい、結構真面目な話、インスタグラムは正直ね、 SNS の中でも難易度はめちゃくちゃ低め。へー、低い割にはちゃんとリストが集まってる、売り上げが上がるの、フォロワー数少なくても。そうなんですね。だから非常にやりやすい媒体だとも言える、うん、SNS なんか全然伸びないよっていう社長さんがいたとしてもですね、インスタグラムを使った攻略なのであれば、その総フォロワー数で売り上げが上がる動線はできちゃいます。というわけで今回ゲストの方もお呼びしております。それがこちら、チェケ先生でーす。チェケ先生、チェケ先生、そうなんですか。はい、じゃあ今日からじゃあ改名ってことで、
はい、ということでこちらがですね、テケ先生こと関根さんになります。よろしくお願いします。はい、関根さんはですね、なんかインスタ王子とも言われていて、で私はですね、まあ、あだ名でチェケというふうに呼んでるんですけども、まあ、ちなみになんでチェケ？いや僕もわからないです。ただゲーム名がチェケだったから。あ、なるほど。なんとなく。そう。インスタグラムの、まあ、会社をやっておりまして、今実際インフルエンサーさんをたくさん作ってるか。そうですね。まあ、今インスタのスクールをやっていて、そこの生徒数が今1万人ってところで。すごいよ。インスタグラムを学びたい人たちとかが1万人もいて、それだけビッグデータ集まったからね。そうですね。まあ、アカウントは全部もうデータ吸収してるんで、知見は結構ある方かなと思います。なので、じゃあ実際どうやったらインスタのフォロワー数が増えるのかも分かるし、フォロワー数が少なくても売り上げ上がるということも分かっていると。はい。まあ、ズバリ聞きますけど、フォロワー数がその少なくても売り上げ上がるコツ、はい、ということで言うと何ですか？一番は、そもそもフォロワーがいないから売り上げを上げられないっていう、このマインドをそもそも変えてほしいのと。え、マインドセット？まあ、まずですね。まず、びっくりした。マーケティング侍なんで、急に、ね、マインドセットの話終わるのかと思った。いや、そんなことないです。もうちゃんと具体的な方法もあります、はい、それプラス、最初に購買動線を分かりやすく作るところですね。なるほど、はい、大体みんな分かりづらいんで、お客さんもどっからあの商品買ってるか絶対分かんない。ああ、なるほどね。トップページ見たい、なんかこの人興味あるな、商品買いたいな、どっから買えばいいのか分からないと迷子状態。迷子状態です。それも1秒でも迷ったらもう離脱しちゃうんで、もう超分かりやすく購買動線をまず作る、そこにインプレッションを集めていく。ってことは、まあ、意外とすげえシンプルな方法で本当に上がりそうな気がするね。そうですね。ただそこのシンプルさをなんか突き詰められてない人が本当に多いので、ね、なるほど、はい、シンプルこそ力なりということで、今回の動画はなんだか簡単な施策で簡単に儲かりそうな気がしますよ。え、それやっぱ僕でもできるもんなんですか？マジでもアカウント持ってる？これから作る、これから作る人でもこれから作る人でも全然できる。お、うん、おー、これはちょっと楽しみだ。じゃあ初歩の初ということでね、はい、じゃあやっていきますか。ホイミン道場、ちょっと僕聞いていいですか？はい、ってことで初心者の初の初の初からもうフォロワー数増やさなくても売り上げ上げるというところをやっていきましょう。ホイミン、はい、はい、ということで初心者の初の初やっていきましょう、はい。はい、じゃあやっていこうと思うんですけど、はい、最近ですね、フォロワーがいないから売り上げが伸びませんっていう、そう、なんか結構僕受けるんですね、うんうん、はい、でも僕その時に毎回思うのが、あのフォロワーいないから売り上げが伸びないじゃなくて、別にそこのフォロワー数って売り上げであんまり関係ないんですよ。僕そこをあんまりまだ信用できてなくて。まあ、そうですよね、なかなかイメージ湧かないと、はい、絶対フォロワーいるんじゃないかなと思って。まあ、もちろん多い方が売り上げが作りやすいのは事実です、はい、でも店舗の売り上げ上げたいとかお客さん増やしたいという時にそれができない理由がフォロワーの数のせいにしてるのはもう全然お門違いというか間違いで、インスタはもうフォロワー少なくたって、売り上げアップできるので、まあ、その運用方法というのを今日はお話ししていこうと思います。じゃあまずは、SNS から集客したいってなった場合、はい、ホエミンだったら、はい、まず何から手をつけます？集客したい場合、はい、なんかまあ、あれですよね、 SNS はもう持ってるっていう手ですかね。 SNS は持ってる、持ってる、うん、そしたらその僕こういう店やってますだったりこういう事業やってますみたいな告知して、告知っていうかこう、うん、知ってもらって、今度こういうイベントやるんですよとか、今限定でなんかこう美味しいラーメン、なんかこう夏限定のラーメン作ってるんですよみたいな、おお、言って、まあなんかクーポンかなんか貼り付けて。なるほど、はい、ということはいきなり宣伝から入るっていうことで、はい、合ってます？はい。なるほど、そこがねもう一番の間違い。え、うん、違うんですか？これはインスタあったら、はい、フォロワー伸ばそうとか、はい、お店の宣伝しよう、広告かけようとか、はい、まあいろいろこう集客する方法ってあると思うんですよ、うん、その中でまずやんなきゃいけないことがみんな抜けてるんですよね。へー、そう、ここが抜けちゃうと、もういくらフォロワー増やしたって売り上げもあんまり伸びないし、うん、広告かけても効果なくなっちゃうし、はい、そう、まずこの一番をしっかりやっていかないといけないんですよ、うん、それは何かっていうとこれですね。お、まずはこの CV 動線を作るっていうこと。 CV 動線って何ですか？ CV 動線、分からない、はい、CV 動線っていうのは分かりやすく言うと、はい、初めましての人がアカウントに来てくれた時に、はい、まあ、どういう流れで自社の商品とかサービスを買ってくれるのかっていう、この流れのことを CV 動線、まあ、コンバージョン動線ですね、はいはい、例えば美容室とかだとしたらコンバージョンの部分がお店の予約だとしたら、うん、じゃあ初めてそのアカウントを来た人がどういう流れでお店を予約してくれるのかっていう、この動線を作るんですよ、はいはい、
まずここを作った後にフォロワーを伸ばしたりとか、広告かける、まあ、インフルエンサーコラボするとか、まあ、集客面のことをやっていかないと、最大効率で売り上げを伸ばしていくことってなかなか難しくなっちゃうんですね。そしたらあれですか、なんかこうフォロワーっていうか見てくださった人に何をしてほしいかみたいなアクションをまず決めて、決めて、そのアクションを起こしてもらうにはどういう流れでいくかみたいなものを考えていけないと。そう、またこう厄介なのが、僕もこう、まあ、飲食店とか、まあ、サロンとか美容室とか、まあ、こう店舗系の方のインスタ相談とかすごい何百件と今までしてきたんですけど、みんなねもう分かりづらい、これがもうとにかく分かりづらいそんなところにあっても気づかないよってところに予約フォームあったりとか、これどうやったらお店予約できるのっていうのがパッと見で分かんないんですよね。辛口ですね。いや本当にそうなんですよ、でも実際、でもこれ、うち、まあ、運用代行やってるんですけど、僕らが運用代行入ってまずここやるんです、ね、絶対、でここ直しただけでフォロワー少ないけど、フォロワー確か300人ぐらいだったけど、売上がもうこれ直しただけで80万ぐらい上がったっていうこともあるんで、へー、すごい。フォロワー少なくても絶対もうここを先に作っておくべきっていうのは 100% そうと言えますね。ここってなんでみんなできてないんですか。やり方が分かんないっていうのが多分一番あると思いますし、何よりやっぱ初めてみんなインスタとかやるわけなんで、ユーザーの目線に立ててないんですよね、あんまり本当の意味で、アカウントのじゃあプロフィールとかをパッと見た人がどう思うかっていうのがリアルに想像できてないというか、初めてだから、まあ、これでいいっしょとか、そういうまあ妥協っていうのも多少入ってると思いますけど、こういうのみたいに集客からじゃなくてコンバージョンの動線、 CV 動線をしっかり作る、そこから必ず入ってほしいです。その次にやってほしいのが、はい、これですね、インプを集める、まあ、インプレッション、まあ、見られる回数を増やしてくださいってことです。これはまあ投稿を伸ばすのもインプを集めるうちの一つだし、広告回すのも OK で、まあ、コラボするとかもそうだし、まあ、全部含めた上でインプレッションを集めていく、ちゃんとコンバージョンまでの動線を作った上でインプレッションを集めていくっていうの、この順番でやんないと、あのマジで売り上げ上がらないんですよ、これってあれですか、あのフォロワーに見られるってことですか、それともフォロワー外の人も含めて見られるっていうことですか。フォロワー外もです。フォロワー外も、特にまあ今回はフォロワー少なくてもっていうテーマなんで、フォロワーがいないっていう前提だと、フォロワー外の人が今回はほとんどになりますね。その具体的にじゃあコンバージョン動線ってどうやって作るのって部分、分からないと思うんで、そちらのじゃあ説明に入っていきます。売上を伸ばすポイント3ステップっていうところで、まあ、さっきちょっとコンバージョンの動線には触れてったんですけど、動線作った後にじゃあ具体的にどうやってインプレッションを集めていくのか、お客さんにどうやって自分の商品を買ってもらうのかっていう部分の話を今回分かりやすくもう3ステップに分けたので、この3つを上から順番に、しっかりやっていってもらえれば、もう基本的にはちゃんと売上上がるはずです。フォロワーが少なくてもっていうのが今日のテーマだと思うんですけど、はい、どれくらいがこう少ないに当たるんですかね。まあ100人台じゃないですか。あ、1000未満、1000未満、1000未満、そんなに少なくて大丈夫。僕はそうですね、もう1000未満のイメージで、まあ、今回話そうと思ってるんで、はい、まあ、実際もうさっき言ったあの僕が代行入ってる、まあ、ワインバーがあるんですけど、フォロワー1000人以下、はい、まあ、300人で、まあ、この3ステップしっかりやっただけで80万円、はい、月の売上アップしましたし、はい、まあ、他にもちょっとニッチなジャンルになっちゃうんですけど、はい、まあ、記念日タイマーっていう、記念日タイマー、はい、いう商品を作ってる会社さん の, あの代行をやってまして、あんまりなんだろう、有名ではないんですよね、まあ、正直僕見たことあるかもしれないですけど、はいはいはい、タイムカプセルみたいな、なんかなってやつですか。タイムカプセルというよりかは、はい、なんかピン抜いた瞬間に、はいはい、タイマーが作動して、はい、何時間だか、もう一生分ぐらいの時間を計れるんですよ。なんかすっごい長い時間、そう、すっごい長い時間カウントアップし続けるみたいなことですよね。そうです、そうです。だから本命が結婚した時とか、はい、まあ、結婚式とかで多分メインで使ってるんですけど、はい、あの結婚おめでとうでパンって抜いて2人で時間を刻んでこうねみたいな、はい、まあ、結構そうコンセプトは僕は素敵だなと思う商品で、ただ認知度はあんまなかったんです。そのアカウントとかはフォロワー500人とかも言ってないですけど、はい、まあ、しっかりこのコンバージョン動線最初に作って、はい、まあ、リールとコラボレーションまたは広告とか、はい、インプレッション集めていくっていうのをやっただけで、まあ、月の売り上げがやっぱ2倍になったりとかしたので、フォロワーが100人以上集まったらそろそろ意識していいかなみたいな感じなんですかね。いや、もうアカウント作った時から、一番最初からもう0人の時からやってほしいです、絶対。僕もなんかそういう、はい、まあ、ワインバーとかで思ったんですけど、まあ、フォロワー少ないとなんかやれることないって思っちゃうよね。3ステップの前に0ステップがあって、 そこでプロフィール作ったら、プロフィール欄作ったりとか、なんか投稿とかある程度貯めるみたいな。そうですね、投稿、初投稿をする前からここはちゃんと作ってほしいです。
フォロワー300っていうと、ね、なんか今だと SNS だいぶもう発達してきて、まあ、1万人とか100万人とかいるじゃないですか、はい、300人ってちょっと、ね、しょぼく見えちゃうかもしれないですけど、はい、だその自分のじゃあこの目の前に300人集まってるって思ったら結構いません？もう確かにそうですよね。だからちゃんと、どうやってうちの商品買うんだよとか、うちの商品の魅力はこうだよっていうのを、まあ、その300人に伝えてあげれば何人か買うんで絶対、だからフォロワー少ないから商品の動線とか作んなくていいやっていう声結構聞くんですけど、もう全然ダメですそれじゃん。100人でも200人でも、もっといったら50人とかでもしっかりこう作っとけば、やっぱちゃんと商品って売れるので、まあ、必ずこの順番でやってほしいですね、はい、まず1番から分かりやすくちょっと具体的に解説していこうと思うんですけど、ここもポイントは分かりやすいってとこです。分かりやすい、分かりやすい、分かりやすい、うん、ここがめちゃくちゃ重要。分かりやすくないと CV 動線の意味ないので、動線なのでね、どれぐらい分かりやすかったらいいですか？基本的にもうインスタの見てる人ってそんな集中して見てないんですよ。もうなんか空いた時間に見ますもんね、空いた時間に見る。こうもう電車でこう揺られながら見たりとか、はい、まあ、ベッドでこう寝転がりながらね、はい、見たりとかするので、まあ、集中してなくてもスムーズにこう商品購入までたどり着ける動線、それがまあ分かりやすいCV 動線ってことですね。まずざっくりしたポイントですね、まあ、プロフィール文章とハイライト、主に CV 動線ってこの2つでできていて、じゃあプロフィールの文章から触れていこうかなと思うんですけど、はい、ここは絶対に押さえてほしい部分がありまして、はい、上から4行しか見られないってところですね。上から4行っていうと、うん、その人のアカウントに飛んだ時に表示されてる。そうですね、まあ、アカウントをこう例えば、はい、なんかこのリール、気になるリールがあったとして、はい、これどんな人なんだろうってプロフィール飛ぶじゃないですか、はい、飛んだ時に上から4行しか出てないんですよ、プロフィール文章って。そういうことなんです。そうだから5行目、6行目、7行目とかは続く読めるっていうところを押さないと、はい、出ないようになってるんですね、インスタって、うん、基本的に続く読めるは押されない、うん、上から4行しか見られない、はい、この前提でちゃんと動線作ってほしいんですよ。だからこう僕も結構よく見るのが、まあ、お店のアカウントとかだと問い合わせはこちらっていう、はい、まあ、URL ありますよね、はいはい、あれを結構7行目とか8行目とか続く読みを押さないと出ない場所に問い合わせ欄とか置いてるんですよね、はいはい、そういうの結構見たことありません？僕実際そのなんか、あ、この人のなんか別のホームページだったりとかもっと知りたいなと思った時に、うん、リンクないのかなって探すんですよ。あー、なるほど、はい、探すっていうか多分上から4行しか探さないんですよね、うん、まあパッと見であったらね、はい、押しやすいけど、もうそこだけ見て、あ、もうないんだっていうふうに思って、うんうん、実際続きを押すって押した時にあって、はい、相当気になってないと続く読みを押して開けて、はい、URL ないかなって探さないんですよ。もうないって思いますもんね、はい、ないと思ったら 見えないよね、はい、上から4行しか見られないという前提でプロフに URL のリンクを置かないでほしいって言ってるわけじゃないです、うん、全然置いてもいい、ただ置く種類のを考えましょうってことですね。種類ですね、うん、リンクってまあいろいろあると思うけど、はい、問い合わせを取るリンクってめっちゃ大事じゃないですか、はい、売上に直で関わるんで、はい、まあ、そういう大事なリンクはこっちに置いてほしいんですよね、ハイライト、うん、重要なリンクはこっちって書いてあるんですけど、はい、もう大事な売上につながる部分とか例えば採用とか、はい、そういう大事なリンクは必ずハイライト、うん、でプロフィールにはじゃあ何を置いたらいいかというと、例えばじゃあお店のホームページとか、はい、自己紹介のなんかブログのページとかそういうのだったら全然プロフィールに置いても OK です。これって何が違うんですか？いいと思います。このだからリンクを置く場所でプロフィールとハイライトをこっちに置いてくださいって言ったと思うんですけど、はいはい、何が違うんですか？あ、もう見られやすさと か URL のタップ率がもう全然変わります。もう2倍とか3倍とか変わるので、このハイライトの方がタップされやすいってことですか？タップされやすい、圧倒的に、うん、それなんでかっていう部分なんですけど、はい、プロフィールに置く URL って絶対英語になっちゃうんですよ。HTTPS って英語がずらーって書いてある、はい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 、でこう人間って URL を押した後にどうなりますよっていうのが分かんないと押さないんですよね、はい、お店、はい、店舗系だとよくあるのが、はい、まあ、お店のホームページとかをこうプロフィールにポンって貼っつけておいて何も説明書いてないんですよ、はいはいはい、だからこれ何のリンクってなると押されないんで、例えばじゃあホームページのホームページで、ホームページはこちらってリンク、はい、にしとかないとなんかこう英語だけのリンクってちょっと怪しく見えません？ちょっと躊躇しますよね。ちょっと躊躇しちゃいますよね。まあ、初めて見る、そう、まあ、なんかフォローしてて、うん、ずっと追っかけてきた人だったら、うんうん、まあ、多少タップして別のサイト飛んでもいいかなと思うんですけど、うん、教師って、あ、面白そうって思って URL を打つって結構重いですよね。重い。そうなんですよ。
英語のリンクってこう無意識的に警戒しちゃうんですよね、人間。これはもう意識してるかしてないかはどっちかというとしてない人の方が多いと思うんですけど、やっぱ今時こう、ね、変なリンクタップしただけでウイルスかかったりとか、こうなんだろう、個人情報抜かれたりっていう、そういう話もニュースとかでやってるじゃないですか、はい、そういうのがやっぱ脳裏に残ってるんで、英語のリンクってちょっと警戒されちゃうんですよね、うんうん、でもハイライトだったらリンク英語じゃなくて、例えば応募はこちらっていうボタンの中にリンク入れたりできるので、はいはい、英語見えなくできるんですよ。そういうのもあってタップ率はハイライトの方が全然高い、っていう部分で、僕が例えば運用代行入ってる会社さんとかはハイライト直しただけで問い合わせ増えたとか売上増えたとか採用できるようになったとか、そういう事例たくさんあるので、はい、ここのハイライトは CV 動線を作っていく上で一番大事と言っても過言じゃないですね、うんうん、プロフィール文章が、まあ、事故ってなければぶっちゃけ OK です。あ、そうなんですね。そうそうそう、変なリンクを置いたりとか、うん、大事なリンクを見えないところに置かないとか、うん、そこさえ守ってれば大丈夫なんですけど、うん、ハイライトは本当に作り込む価値のある部分なんで、うん、これから話すじゃあ具体的なハイライトの作り方は必ず皆さん実践してほしいですね。はい、じゃあインスタのプロフィール画面をちょっと手書きでね書いてみたんですけど、まあ大体こんな感じになってると思います。なんか今言いましたけどポンコツアシスタント。あってます。ポンコツだね。その通りでございます。でもホイミ最近なんかコメント欄で、はい、ホイミはポンコツではない説みたいなの結構出てる。あれ僕も見るんですよ。見ます？はい。いやアホだなと思ってしてくれた。ポンコツに決まってるじゃんと思って。っていうのを聞いてたんで、はい、ちょっとじゃあこういうアカウントにしてみました。ありがとうございます。例えば、はい、まあここにアイコンがあって。まあ、投稿、フォロワー、フォロー中、名前で、これちょっとうにょうにょってなってるのがプロフィールの文章ですね、うん、で上4行だけ見えてて、フォローボタン、メッセージ、メールとか登録してる人だとね、ここにメールボタンとか出るんですけど、まあ、今回はいいでしょう、うん、でさっき重要だよって話したハイライトの部分がここですね、うん、丸のところ、まあ、ハイライト分かんない人はねあんまりいないとは思うんですけど、ここの部分を、ハイライトと呼びます。でここに何を置くかが、何をどういう形で置くかが、まあ、問い合わせ増やしたりとか採用増やす上でめちゃくちゃ重要なんですね、うん、なのでまずハイライトのルールを軽く話そうかなと思うんですけど、はい、ハイライトはもう5個にしてほしいんですよ。5個、5個、この丸5個、はい、これ何個でも作れるんですよね。あ、そうなんですね。そうそうそう、10個とか作るとこうめくって、はい、めくれば後ろの方が見えたりとかするんですけど、はいはい、基本ここはもう5で統一してほしいです。多ければ多いほどいいんじゃないですか。それが全然多ければ多いほどタップ率が下がってますよね。そう、これも僕いろいろもう検証したんですけど、はい、なんでかなって考えた時にジャムの法則って知ってます？ジャムの法則？ジャムの法則知らないです。なんかこうどっかの大学がやった研究で、スーパーで試食を24種類、はいはい、いろんなジャム用意して24種類置いた時と6種類だけ置いた時、うん、どっちが、試食した後にお客さんがじゃあ買ってくれるか検証した実験があるんですって、はい、これどっちが多かったと思うんですか？24種類と6種類だと。でも24種類あった方がなんか自分の好きな味選べるじゃないですか。なるほど、さすがポンコツアシスタントですね。これ、6種類の試食の方が10倍売れたんですよ。そんなにですか？10倍、うん、24の方は確か 3% って言ってますね、はいはいはい、で6種類の方が 30% が買った。これなんでだと思います？なんでですか？これもう人って1日に3万5000回選択をしてるって言われてるんですよ。おうおう、僕も今選択どれ書こうかなとか、どっから説明しようかなとか、はい、どんな言葉使って話そうかなとか、こういう選択をもう3万5000回やってるんですね。だからもう人って選ぶのに疲れちゃうんですよ、はい、だから数が多ければ多いほど迷っちゃって決断することができなくなっちゃうんですよ、うんうん、そしたらその5つがまあベスト最適みたいな、5つがベストです。7、なんかそのジャムの話の続きで、はい、なんか7プラマイ2っていう法則があるんですよね、うん、7から、まあ、2、引くか足すか、はいはい、これはまあ業種によってちょっと変えた方がいいんだけど、選択肢は大体5から、まあ、9個ぐらいが一番人がストレスなく決断できる個数なんですよ、うん、でハイライトもそれ同じことが言えて、まあ、ブワーってここら辺までいっぱいあっても、はい、みんな迷っちゃってどれ見るか分かんない、決められないんですよね。だからもう5個にスッとまとめて重要なポイントだけハイライトとして残しておけば、まあ見る方も選択しやすいっていう、うん、あとはまあハイライトって必ずアカウント来た時にファーストインプレッションで結構目立つんで、ボタンとかこの丸が、うん、だからこういうところにリンク置いておくよりもハイライトに置いておいた方が断然見られやすいと思います、うん、なので、まあ、必ずハイライトは5個で作ってほしいっていうところですね、はい、
これが一番、まあ、タップ率が上がるし、実は、まあ、この後お見せしようかなと思ってるんですけど、この置く場所もちょっとこだわった先生、大事な URL は何番目に置くのかっていう問題。ちなみに本人予想は一番大事な URL 押してほしい。一番大事な URL ですか。この5項だったらどこに置くと思います。僕が使ってて一番タップするのってなんかこの辺なんですよね。お、ということはどこですか。ここだったら多分ここじゃないですかね。ここ一番端、はい、なるほど。まあこれ結論を言うと不正解です。何、はい、ですかそう、一番端ってちょっと押しづらくないですか、スマホで。あれ指の可動域的に、可動域的にちょっとうんってなってます。まあ確かにそのうんってなるのが嫌で押さないっていう人は少ないとは思うんですけど、はい、大事なやっぱコンバージョンの部分なんで、はい、1も逃したくないんですよ、はいはい、その1でだって単価高いとかだったら数万円で変わるじゃないですか、うん、だからもう全くストレスないような動線がさっき言ったの分かりやすい CV 動線なんですね、はい、だから端っこに置いちゃうと僕はあの左の親指でこうやってスクロールするんですけど、ちょっとこう分かります？こうって指がちょっといかない角度もいきますよね。そうなんですよ、もうここが一番タップされるんですよ、うんうんうん、大体もうみんなここら辺、これはまあスマホのじゃあ全画面だとしたら、はい、ここら辺を触ってタップしてるんですよね、こうやってスライドしたりとか、はい、こんな画面スレスレスライドする人います？あんまりいないですよね。もういなさそうですね。これ見えない端っこやんの。いやもうはい。こんなスレスレ行くの？僕はもう端っこ大好きです。変わってますねやっぱ。そういうまあ本人じゃ変わってる例は置いといて、はい、大体まあここら辺だと思うんですよ、みんな触るのって。だからフォローボタンもここにあるし。ハイライトも、一番大事なタップしてほしい URL も左から2番目ここら辺に置いてくれた方が一番やっぱストレスなく URL まで来てくれるんじゃないかなと思います。置く場所はここってのは言うけど、はい、じゃあどういう構成にするかですよね。あとは、はいはい、うん、実際どうしたらいいんですかっていう相談もかなり受けるので、もう今回これさえ覚えておけばどんな業種でも大体いけるよっていうテンプレを持ってきました。ありがとうございます。これですね、うん、まあ、万能テンプレって呼んでるんですけど、左から順番に体験、これ一番大事な CV ですね、はい、口コミ CV メニュー、はい、もうこの型を、まあ、自分のビジネスに合わせてちょっとカスタマイズしていけば、はい、ハイライトはもういい感じのものが出来上がります。おなので、まあ、ちょっと軽くじゃあ解説していくと、もう体験っていうのは何かっていうと、まあ、皆さん何かしらこう自分のビジネスがあって、まあ、サービスがあると思うんですよ。例えばネイルサロンだったらこんな可愛いネイルになりましたっていう体験とか、まあ、店内は涼しいですよとか、まあ、そういうお客さんがする、まあ、体験の部分をこうハイライトにまとめといてあげてほしいんですよね、うん、それ見ればちょっとお店行った気分になれるような、はい、そんなものが一番いいかなと思います。でここのが CV 何かというと一番押してほしい URL ですね。ここにはもう URL 入れます。こっちに入れなくてもいい、まあ、それは人によってサロンだったら予約の URL だったりもするし、じゃ無形商材やってる人だったら LINE 登録が一番欲しいという人はここに置いてくれればいいしっていう感じですね。メルマガ登録がいいんだったらメルマガがここになるという感じ、はい、で真ん中で口コミ、これはまあ自分のサービスが目にあると思うので、それを体験利用した人の、まあ、レビューとかね口コミみたいのをまとめておく場所で、ここはまあサブの2番目に押してほしい URL、はい、店舗だったら、まあ、一番欲しいのが予約採用とか、うん、講座とかスクール授業の人とかは、まあ、LINE で、こっちが、まあ、ちょっとしたなんかセミナーの参加申し込みとか、まあ、本の予約とか、まあ、そういうところですね。で最後メニュー、このメニューはお店のメニューとか価格、まあ、そういうものをメニューに入れてもらえれば、これってあれですよね、ハイライトってストーリーズに上げたものをピックアップして、そうですね、まとめたものがハイライトですよね、うん、そうなんですよ。ストーリーは、はい、あの24時間ね消えちゃうんですけど、はい、ハイライトに入れておければこうずっと残る、はい、それがまあハイライトの機能ですね、はい、これをハイライトにした方がいい、するといいよとおっしゃったと思うんですけど、はい、どう作ればいいんですか、そのハイライトの枚数だったりとか、枚数と順番とか。なるほどなるほど、はい、ざっくりでいいんで教えてほしいです。ざっくりだと、まあキャンバとか、まあ、そういうツール使えば簡単に作れるのと、はい、ストーリーにアップしたのをそのままハイライトに入れておくだけだと、はい、この最初のアイコンが変な画像ついちゃうんですよね。へー、本人にとって、はい、ストーリー上げてそれをハイライトに入れるじゃないですか、はい、ただ多分ここら辺がここら辺が多分映ってるんですよ、なんもない青い部分が。そうですそうです。だからハイライトの中身は別に編集しなくていいんですけど、このカバー画像だけ変えられるんで、
カバー画像だけ、まあ、ハイライト、カバー、テンプレってキャンバーの中で調べれば、うん、ちょうどいいサイズのテンプレが出てくるんで、はい、これ無料で使えるんで、その無料のテンプレの中から、まあ、体験だったら体験と、ここじゃ LINE だったら LINE って iPhone のカバー画像ダウンロードして設定した方がいいですね、はい、ファーストビュー結構変わるんで、たらとテンプレ探してカバー画像を差し込んだら、あとは今ストーリーを突っ込んでいく。そうですそうですそうです。まあ、こういう丸い口コミっていう、もう箱が出来上がれば、あとはじゃあ口コミ見つけた時にスクショしてストーリー上げて今度は突っ込むっていうのを繰り返していけば、まあ時間経てばすごい数になるんで、はい、うん、こう口コミってポチッと押して3、40個ぐらいブワーってあったら、わすげーってなりません？信頼度上がる。そんな並べられるんですか？あ、並べられます。あ、口コミは何個でも入れていいですね、全然。あ、多ければ多いほどいい。はい、多ければ多いほど。コンバージョンとかの方は大体、まあこの中身は5枚構成ぐらいで、例えばじゃあ店舗の予約とかだったら、はい、まあ、すぐ予約したい人向けに1枚目はもう URL バンと置いてあげて、うんうん、2、3、4は、うちではこんなところにこだわってますっていうちょっと価値提供してあげた上に、最後にじゃあまた同じ URL を最初と最後に予約のボタンを設置してあげて、中身は興味付けの部分、うんうん、で大体5枚構成とかでやる場合がうちだと多いですかね。まあ、実際この万能テンプレっていうところなので、はい、ちょっとじゃあホイミンにこれ使ってハイライト作ってもらおうかな。あ、やってみますか。じゃあホイミン、好きな食べ物は？あ、好きな食べ物ですか？何でもいいですよ。めっちゃ好きな食べ物があって、はい、焼肉が大好き。お、焼肉、はい、おー、じゃあ彼にじゃあホイミンが焼肉屋の経営者で、はい、これからじゃあインスタやります、はい、ハイライト作りますってなったらどう作っていくか、はい、ちょっとこのじゃあテンプレに当てはめながらやっていきましょうか。お、ぜひぜひ、うん。まず一番左の体験っていうところなんですけど、はい、じゃあ焼肉屋自分でやってて体験って言ったらどんな内容にします？ここ焼肉屋で体験ですか？お客さんができる体験。はい、なんか炭火焼きみたいなのだったりとか、うん、あとはまあ逆に自分で焼かずに店員さんが焼いてくれるみたいな。おー、いいですね、はい、切ってくれるところを見せてくれるみたいな、うん、はいはいはい、はい、そういうのがねめちゃくちゃいいですね。コンテンツとしてお客さんがじゃあ焼いてくれるんだとかね、はい、炭火こだわってるんだとか、はいはいはい、いいと思うんで、内容はそうにしましょう。じゃあカバー、はい、ここなんて書きます？カバーですか？カバー画像、名前とかは決めれるんだ、この下に。はい、そしたら、あんま想像つかないんですけど、うん、ここで なんてつけたらいいのかですか？まあ、ここは内容に合わせていくのはちょっと前提なんですけど、はい、例えばじゃあ本面が言ってくれた今の、はい、炭火にこだわってる焼き肉屋っていう感じだったら、もう一文字でっかく炭って書いちゃっていいと思います、はい、へぇ、こんな感じで、はい、で、カバーの名前が、はい、ちょっとちっちゃいんですけど、はい、まあ、カバーの名前、店についてとかに炭って、うん、炭火でこだわってますって感じが出るじゃないですか、はい、っていう感じで、もうハイライトって結構ちっちゃいんで、なんかこう長々と文章入れちゃうと読めないですよ、ちっちゃくて、うん、なんでも僕がおすすめするのは多くても4文字ぐらい、うん、3文字以内が一番理想ですね。文字がいいんですか？文字がいいと思います。分かりやすいんで、まあ、文字がなくても分かるような画像があるんだったらそれでもいいんですけど、なんかペットのトリマー専門店とかだったら、うん、犬を貼り付け、犬の画像、あ、そうですね、ワンちゃんの画像とかで、はい、ただこのアイコンを見た時に中身何なのか分かればいいんですよ、要は。はいはい、今回は、まあ、炭にこだわってる焼肉屋って前提だったら、はい、炭って作っちゃう、うんうん、じゃあ2個目一番大事な、はい、コンバージョン、はい、ホイミンが焼肉屋やってたら一番取りたいのはどこですか？一番押してほしい URL は？ URL ですか？予約してほしいですね。予約ですよね、はい、はい、ってなったらじゃあここはもう予約ページにしちゃいましょう、うんうん、この中にはもう予約って、まあ、予約って書いて、はい、予約ページ、まあ、5枚構成別に1枚でも全然大丈夫です、うん、予約って書いて中に予約の URL をこちらからご予約ってボタンに入れとけば OK ですね。で、口コミってやつで、口コミはもう、まあ、口コミか、うん、はい、アンケートとか、そうだね、お客様の声とか、うん、いっぱい貼り付けたいです。だからもうここもそのまま、はい、まあ、口コミって書いちゃっていいんで、はい、じゃあここ CV 丸2、はい、予約以外に何かやりたいことというか押してほしい URL があれば。そしたら予約以外だったら、まあ、焼肉屋すからね。採用とかでいい？採用ですね、まあ、アルバイトさん、ね、アルバイト、はい、うん、じゃあなんかここは、まあ、採用って書いちゃってもいいし、はい、まあ、別にこうバイトとかでもいいし、
そんなシンプルでいいんですね。ファーストビューはシンプルな方が分かりやすいじゃないですか、一番。確かにそうですね。もう何を求めてるのかがもう そうですね、一目瞭然ですもんね。はい、こんぐらい分かりやすくないとみんなやっぱ集中して見てないんで、はい、分かんないんですよ、うん、あバイトで書いとけばこれが例えばじゃなかったとしたら、はい、本当はねいい人材採用できたかもしれないのに、はい、逃しちゃうかもしれないじゃないですか、うん、でこのじゃあ求人の中もお店で働きたい人はこちらって1枚やるんじゃなくて、まあ、採用とかだったらうちの店はこういう雰囲気ですとか役人からまかないはこんなのがありますとか、はい、挟んだ上でじゃあ募集はこちらっていう、まあ、これもやっぱ同じ5枚構成ぐらいで、うん、もともと働きたいよっていう熱意が高い人が予約するようにまず1ページ目にあの URL を置いてあげる。でそこで取れない人向けにじゃあお店の雰囲気まかないこんなのがあるよこういうスクリーンが身につくよ、はい、まあ、5枚構成ぐらいで、うん、紙芝居でめくってやれるように、はい、するだけでこの URL のタップ率もかなり変わるんで。じゃあ最後メニュー、まあ、これもそのままですね。メニューでいきましょうよ。それから肉の写真とか貼り付けるとかは、そあでもここ肉よりかはなんかそのメニュー表多分あると思うんでお店だとか、はいはい、その写真とかでもいいかもしれない。おこの写真貼った上でなんかメニューってでっかく書いて、はい、だからでいいと思うんで、はい、これもう完成ですね。へえ、いう感じな、はい、動線が組めて、うん、あとはもうここに、ね、ここを見てくれる人を増やせば予約も取れるしバイトさんも取れるかもしれないし、うん、っていう、まあ、CV 動線が今出来上がったんですよ。 CV 動線って聞いてすごい難しいイメージだったんですけど、うん、あやってみると結構簡単ですね。まあテンプレあるしテンプレ使っちゃえばそうなんですよ。簡単になんかこう、うん、何をしてほしいかっていうのを伝えやすくなりますね。やっぱり何回も言いますけどわざわざ探してこう予約したり採用したりとか、はい、あ採用に応募したりとか、まあ、そういうふうにあえて熱意がない人を取らないっていう時は別にこういうふうにしなくてもいいんですけど、まあ、基本はやっぱ間口は広く取った方が売り上げも上がりやすいんで、はい、まずじゃあこういうハイライトを作っていつでももうフォロワー伸びたらしっかりあの予約入るよバイトも採用できるよ、はい、っていう状態にしておくっていうのがステップゼロ。ステップゼロ、ゼロまずもう投稿始める前にやってほしい。これ本当はあこれが最初なんですね。最初です。逆だと思ってました。あフォロワー伸びてからってこと。そうです、そうです。これだとちょっともったいないよね。もったいない、取りこぼしてしまって、うん、実際僕も、まあ、いろんな会社さんの代行入ってて、まあ、うちフォロワー500人しかいないからハイライトとかいらないと思ってましたってよく言われるんで言います。500人もいるんで、うん、500人見てるんでその中から500人の前で自分の商品宣伝したら多分何人か買うじゃないですか、はい、そういうので、ね、ちゃんと逃さないっていうのがポイントですよね、うん、まあ、見やすいプロフィールが完成しましたってなって初めてじゃあ投稿何していこうかなっていう話にやっと入ってくる、はい、まあ、今回は前提がフォロワーいなくてもっていうアカウント伸びてないよっていう前提なのでもうここはあのリールに絞ってちょっと話させていただければなと、はい、でなんでここリールかっていう部分なんですけどインスタのアルゴリズムがですね4月末に変わって、まあ、簡単に言うとフォロワーがいないアカウントでもリールが伸びやすくなってるんですよ。フォロワー外からの評価がすごい大事になったんです。これは知ってました。前の動画で何かやってませんでした。さすが、はい、覚えてたんですね。そこだけ覚えてた。そこだけ覚えてた。唯一いいですね。なんかアルゴリズムが変わったよって、うん、そうアルゴリズム変わったんですよ。これでまあフォロワー少ないアカウントでも今リールが伸びやすくなってるので、まあ、この伸びやすくなってるリールに乗せて訴求も入れちゃう、うん、っていうのが、まあ、フォロワー少なくても売り上げが上がる方法の一つとしてあります。まあちょっと表を書いたんですけどね、はい、まあ、リール、コメント、DM でコンバージョン、うん、っていう流れと、はい、リール、プロフ、ハイライト、コンバージョンっていう流れ、はい、大体この2パターンどっちかというか、まあ、どっちもやった方がいいんですかね、うん、この2パターンの動線があるよっていうことをまずちょっと覚えてほしいです、はい、じゃあちょっとこっちのコメントの方から触れていければなと思うんですけど、コメントってどういうことかというとリールの最後で〇〇ってコメントしてねっていう誘導見たことないですかね。めっちゃ見ます。めっちゃ見ます。最近特に見ますよ。最近確かに、はい、あれもめちゃくちゃ実は有効な手法で、まあ、LINE 増やしたいとかはめちゃくちゃ相性いいです。じゃあ具体的に言うと焼肉屋さんだとしたらトーク系のリールと相性がいいんで焼肉屋だから分かるじゃあ本当に美味しい肉の見分け方みたいな、おそういうテーマのじゃあリールとしましょう、はい、そしたらじゃあ丸1刺しの僕はちょっと肉詳しくないんでわかんないですけど例えばですよ。例えばじゃあ刺しの入り方を見る、丸にどこどこ見る、で丸3どこどこ見る、で今回伝えた内容のをもっと詳しく解説した
資料が欲しい人はお肉ってコメントしてねとか、うん、っていう風に誘導してあげると、はい、多分コメント欄が肉っていっぱいそういっぱいになると思うんですよね、はい、でその肉っていうコメントに対して、自動で DM が送るように設定できるツールがあるんですよ。なんか導入するんですか？そうですね、ちょっと外部なんですけど、これはまあアイステップとか、はい、まあ、メディチャットとか、まあ、いっぱいあるんですけど、大体まあ月1万から2万ぐらいです、うん、それ以上の効果あるんで、まあ、大体入れた方がいい場合の方が多いですね、うん、そういうツールを入れて肉っていうコメントに対してコメントされたら、じゃあコメントありがとうございます、あの動画でお伝えした本当に美味しいお肉の見極め方はこちらの LINE で話しているので、ぜひ登録してみてくださいねとか、ぜひ受け取ってくださいねとか言うと DM からコンバージョンに入るんですね、 LINE 登録っていう、はいはい、だからこういうのは何かこう見てるユーザーが欲しくなる特典とか、まあ、まとめた資料とか、まあ、特典として、欲しい人は〇〇ってコメントしてねって誘導をかけると再生の 10% ぐらいでコメント入るので、そのコメント入った人の大体半分ぐらいが実際に LINE まで登録してくれるイメージですかね、うん、だから全体のレールの再生数の 3% から 5% ぐらいが、はい、あの LINE 登録してくれるんで、うん、まあ、今はこうフォロワーいなくてもレールが伸びやすくなってるので、まあ、フォロワーが例えば10人とかでも1万再生っていうレール結構出るんですね。大体じゃあ1万再生だったら200から300ぐらい入ります。でその中の半分ぐらいが LINE 登録なんで、まあ、100から150ぐらい LINE 登録取れます。でそこからじゃあ自分の商品が売れたりとか、はい、すると思うので、まあ、フォロワーは別にいなくたってしっかりリールから商品の購買までの動線を引けてれば売り上げってありますよね、うん、こっちもほとんど同じなんですけど、さっきと一緒でじゃあ焼肉の本当に美味しいお肉の見極め方っていうネタでリール取るとしたら、はい、うちのお店で働けばバイトすれば肉の見極めスクールとか、まあ、美味しいカット方法とか、まあ、そういうお肉に関していろんなスクールが身につきますと。でそうなりたい人はぜひプロフの採用ボタンから、さっき作りましたよね、はいはい、採用ボタンから応募してねってレールの最後に言うだけで、まあ、ユーザーとしてはあ、じゃあプロフ行って採用のボタンから行けばいいんだってめちゃくちゃ分かりやすいんで、はい、まあ、プロフ来てくれてハイライト見て採用に至るとか、ただ何もこうフォロワーがいなくてもしっかりこうリールを伸ばして、はい、その後の動線が作れれば、はい、売り上げとかも採用とか全部やれるんですよ。だからリールっていうのはもう本当に出会いの場なんで、お客様はいいっすね出会いの場本人大好き、はい、出会いの場大好きそう、だママとかももしかしたらねリールで見つかるかもしれない、ね、おー、やられるかなちゃんとハイライトにね応募はこちらってやっとけばママの応募、そう、そういうリールで自分を見つけてもらって、そこからどういうふうに、まあ、コンバージョン何をしてほしいのかっていうのを見た人にちゃんと伝えて分かりやすく伝えてあげられれば売り上げも増やせるし採用もできるので、ただリールプラス訴求っていうのはそういうことです。ただリールが伸びればいいわけじゃなくてその後の訴求流れっていうのをしっかり作ってあげる、はい、これってその毎回全部のリールこの流れでどっちかやっていっていいんですか？そのああ全部のリールこの流れでいいのかってことですか？はい、全部それでも全然いいし、はい、まあ、やっぱユーザーって僕らみたいに SNS めっちゃ研究してるわけじゃないんで、はい、まあ、全然これでも大丈夫。なんかちょっとやりすぎかなって見えちゃいます？やりすぎかなって見えちゃいます。なんかこうやってやってみたいな、ああ、はい、そこもね多少こうリールの見せ方とかで、はい、まあ、演者の喋り方とかにもよるかもしれないんですけど、で全然全部これでも成り立つし、まあ、あの割合をあのアカウントごとには、まあ、業種とかによっては決めて、まあ、普通にリールとして伸ばしたいだけのリール、または訴求もプラス入れるリールとかを例えば半々でやっていくとか、そういう人も全然いるし、ただ今回テーマが、ね、売り上げ上げる方法ってことだったんで、まあ、一番売り上げ上げたいんだったら全部これでも別に問題はないですね、まあ、はい、じゃあ次、はい、フォロワー少なくてもできる売り上げを上げる方法で、まあ、一番多分メジャーといっても過言ではないんじゃないですかね、コラボレーション。そう、メジャーなんですか？どう、もうメジャーじゃないですか、インフルエンサー使った PR って。はいはいはい、結構ありません？だってそういうこと、そういうこと、あ、そうコラボレーションすること。あ、インフルエンサーにお願いして拡散してもらうとか、うんうんうん、まあ、例えば一番メジャーですよね。でもやっぱこれやる前にさっきのあの一番最初に話したプロフィールのハイライトとか、お客さんがじゃあ見に来た際にどういう動線で商品まで行ったらいいのかっていうのが分かりやすくないとこれやっても意味ないんで、うんうん、だから一番最後に話してます、はい、
インフルエンサーの PR も意外な手法ではないかもしれないんですけど、やっぱインスタでじゃあ実際どのぐらいインフルエンサー頼んだら効果あんのとか、どういうふうに依頼すればいいのとか、そこら辺って分かんないですよね。多分全く分かんないです。 YouTube は結構出てますもんね。 YouTube、 そうですね、 YouTube だとなんとなく想像はつくんですけども、うん、知って、まあ、相手の YouTube 見てて知ってるし、なんか DM 送ったりして、そうですね、みたいな感じになったから、なんかまあ YouTube だとね、一般の方たちも、はい、あ、これ案件なんだとか、はい、まあ、プロモーションって多分出ますもんね、この辺に、はい、だからイメージつきやすいと思うんですけど、インスタもまあこういうコラボ案件って結構あるし、実はかなり売れるんですよ。そうなんですね、はい、そこら辺の詳しい話最後できればなと思ってて、はいはい、じゃあまずコラボレーションする理由としては何かって言ったら、まあコラボからの集客、これはまあ当たり前ですね。でもう一個、まあ、UGC 対策っていうところで、まあ、口コミです。ほう、口コミ対策としてもコラボでリール動画撮るってなったら動画資産として残るじゃないですか。だからそういうのって口コミ対策にもなったりするので、こう一般の人の口コミバーって何十個あるよりも、もしかしたらインフルエンサーが、ね、一声いいって言ったものの方が集客効果って結構あったりするんですよ、うん、だからまあ一般の口コミも欲しいし、インフルエンサーの口コミもあるっていう状態が、まあ、本当は一番最強サービスとして、コラボする相手さえ見せらなければ基本やった方がいいと思います。へ、うん、で大体まあインスタの相場ですね、はい、あ、この多分相場知らないとぼったくられるし損しちゃうんで、大体費用感どのぐらいかっていうと、インスタはフォロワーかける2から4円ですね、うん、大体ここら辺、はい、僕が知ってる中でその成立してる案件で一番高いなと思ったら5円とか6円とかもいる。ただここのフォロワーかけるいくらっていうのは、その1万人フォロワーいるけど再生が1000回しかされませんね、うん、人と1000人しかフォロワーいないけどリールはすごい、じゃあ10万20万で回ってますって人、アカウントタイプもあるので、インフルエンサー側からしたらフォロワーかけるいくらで提案してくると思うんですけど、うん、まあ実際見てほしいのは再生数だって、まあコラボして、はい、その動画がどんだけ伸びるかが大事じゃないですか、はい、あとはまあ交渉入ったりするんで、まあ、フォロワーかけて絶対ここになるっていうわけではなく、あくまで目安っていう形で覚えていただけると、多分向こうから10万とか言われたら、ね、1万人しかいないのに10万かよって、うん、この単価してれば交渉できると思うので、はい、うん、ここ1個覚えておくといいと思います。例えば、僕が焼肉屋さんで、はいはい、1000フォロワー、うん、500フォロワーいます、うん、ってなった場合って、どれぐらいの、どういう人に頼めばいいんですか。コラボ相手はどういう選び方したらいいですか。選び方、次も話していくんですけど、はい、まあ、ざっくり話す と、 あと結構地域も大事ですね。焼肉屋だったら例えば、うん、だって東京でやってるのに、はい、北海道のインフルエンサーとコラボしても、うん、北海道のじゃあお出かけアカウントとかも、はい、コラボしても、いやこれねって話じゃないから、ちょっとじゃあ次、はい、話していこうかなと思うんですけど、まあ、気をつけるポイントね、はい、まあ、今言った北海道、東京とかだったら、まあ、このシナジーがあるかのところですね、ここは絶対確認した方がいい、はい、まあ、そのアカウントの発信のスタイルとか見て、フォロワーのお客さんは焼肉そもそも食べるのかなと、まあ、そこのシナジーの確認は、まあ、もちろん絶対必要です、まあ、最低1万フォロワーぐらいは欲しいですね、うん、じゃないとおそらくそんなになんかコラボして数字上がったなって実感が湧かないと思います、うん、まあ、インフルエンサーに声かける時も、まあ、1万フォロワーいてある程度シナジーが見込めるジャンルで、まあ、フォロワーの3倍ぐらいリールが回ってる、ここ結構大事ですね。まあ、1万フォロワーだったら直近のレールの再生数が3万以上くらい回っていると、コラボした時のレールも多分回りやすいので、たまにフォロワー多いけど、はい、全然レール回らないアカウントとかもあるので、はい、これ絶対確認してほしいです。で最後一番大事、クリエイティブの管理ですね。クリエイティブの管理って何ですか。例えば焼肉屋でコラボするとしたら、はい、どういうテーマのレールが伸びるかなとか、はいはい、どういうテーマで撮ったら、伸びてあと予約まで来るかなとか、採用できるかなとか、そこの、まあ、リールの構成を考える人がいるかどうかってことですね。あ、もうこれは、うん、人に頼むんですか、それとも自分の会社で、うん、得意なやつにお前考えてっつって、いろんなパターンまずあるんですけど、はい、例えばじゃあこういう意味で全然インスタ知りません、全く分かんないです、でじゃあコラボ相手が3万人いて3万人のインスタのアカウント持ってますってやったら、はい、多分こっちの言うこと聞いちゃいません。はい、こうしても伸びますって言われたら、そう、じゃあそれって、はい、なっちゃいますよね、はい、これ結構良くなくて、そう、信頼できるね、だから関係値ある人とかだったらいいんですけど、だから DM で案件やってくれませんか、うん、いいですよとかで慣れちゃった関係だと結構適当にやっちゃうインフルエンサー多いんですよ。
なんか全然うちのお店の魅力伝わってないし、あんまりなんか予約実際来なかったなってなっちゃうんで、ここのクリエイティブを管理する人がいるかどうかっていうのは結構僕は大切にしてます。僕もなんかいろんな会社の運用代行を受けていて、スクールでインフルエンサーもいっぱいいるんで、はい、ここマッチアップしたりもするんですよ、うんうん、最近だと、まあ、さっきの記念日タイマーをじゃあもっと売っていくためにうちのスクールのインフルエンサーとカップルのデートスポットのアカウントをやってるインフルエンサーがいるんですね、8万人ぐらい。カップルデートなんでフォロワーは結構カップルが多いんですよ。で記念日タイマーは結婚の商材じゃないですか、はい、ただ相性良くてフォロワー1万以上でリールも回ってて、でクリエイティブの管理は僕らがやるっていう。記念日タイマーじゃあ結婚式場バックにちゃんと結婚がイメージできるような感じで撮りましょうねとか、まあ、編集もじゃあちょっと高級感、結構単価高いんで高級感出るような編集でお願いしますとかっていう、まあここの管理をする人間がいるかどうかっていうのは結構数字変わってくるんで、はい、もし動画見てる皆さんがインスタ詳しくないんだったらインスタに詳しい人を自分とインフルエンサーの間に一人入れた方が結構いい場合は多いですね。その詳しい人をどうやって探して、どうやって見つけたらいいんですか？まあこの動画からの LINE から僕に相談してくれてもいいですし、まあ身近にいるんだったらね、それが多分一番だと思いますし、うん、とにかくこうインフルエンサーと企業の間にこう一人入ってるっていうのは結構大事、この構図が大事、うん、この間に入る人がいればインフルエンサーが例えばベラボーに高い金額提示してたら、うん、それ高いでしょって言えるし、見せ方もっとこうした方がいいよっていうのも客観的な視点でやれるので、まあ、インフルエンサーとのコラボは本当になんだろう、ちゃんと当たればすごい売り上げで効果が出るんですよ。だからこそ慎重に気をつけるポイントを守って進めてくれたらいいなと思います。じゃあ今日のまとめということで振り返っていければなと思うんですけど、まず最初にこれ一番大事ですね、もう先に CV 動線を作る。そう、もうここができてないとこれより下のことでやっても売り上げも上がらないし採用も取れないし数字出ないです。逆にフォロワー少なくてもここちゃんとやれば売り上げが上がった事例たくさんあるので、まあ、今日のメインはここですね、はい、うん、特にこのハイライトの構成ですね。万能テンプレ使ってちゃんとパッと見で分かりやすいプロフィールハイライトっていうのを作ってください。でそれができたら拡散力の高いリールでどんどん訴求を入れていく、まあ、ここはできれば広告とかインフルエンサーを使ってどんどんブーストしていく。そうすれば別にフォロワーいなくても売り上げ伸ばせるんですよ。実際これで僕も何個もやってるんで、だってこれフォロワーいらなくないですか？そうですね、確かにこれフォロワー数ってよりかは、うん、じゃない部分に重きを置く、はい、っていうことが重要だっていうのが分かりました。そうなんですよ。だからまあ今見てる人がインスタやってるかやってないか僕からしたら分かんないですけど、フォロワー少なくてもこんだけやれることあるんですよ。売上上げる方法あるんですよ。これは本当にやるかやらないかの差だけだと思うので、もうしっかり売上上げたいんだったらこの動線でやんないとダメですね、はい、なんで、まあ、今日の話した内容ここをまあ参考に、まあ、一個ずつやっていけば、まあ、フォロワーいなくてもちゃんと売上上がるんで、皆さん頑張って一個ずつやっていってほしいなと思います。はい、ということで今回はですね、フォロワー数が少なくても売上上がるインスタグラムの攻略法ってことでお送りさせていただきました。まあ、簡単にまとめていくと結局あれですかね、まあ結局もうハイライトの作り方、まあ、作り込み度っていうのがまず一番最初にやること、うんうん、でそこに対してまあどういうふうに動線組んでインプレッションを集めていくかっていうのがまあ一番のポイントですね。なんか今回の話をちょっと見ながら、マニュアルとかをなんか見ながらやっていきたいなと思うんですけど、まあ、動画見直すのが大変だっていう方も結構いると思うんですよ。あ、そういうマニュアルないですか？だって本人とか初心者の人だから多分アカウント作るとこから苦戦すると思う。そういう人のために今回マインドマップで分かりやすく まとめたものをプレゼントしようかなと思います。手順書みたいなやつ、はい、この通りやればいいよという。そうですね、もうパッと見で分かるように。参考アカウントもいくつか見せたりできないですか？参考アカウントですか？なんかこういうこれを見れば分かりますっていうキャプチャーとかそんなの欲しいなと思って。ああ全然もう大丈夫です、用意します。それもじゃあマインドマップとキャプチャー、はい、そうですね、はい、を用意します。それを確かに見ればできそうな気がしますね。まあ、今回皆さんこの動画を見て実際やってみたいとね思った方のためにですね、まあ、専用のそのマインドマップ、そしてまあ実際の画面であったり手順書をプレゼントさせていただくということなので、そちらが欲しい方はですね、概要欄の方にですねマーケティング侍公式 LINE っていうものが貼ってありますんで、そちら登録してください。そうするとこのような形で補足資料っていうのが出ますんで、ぜひねそこからダウンロードしてそれを見ながらですね検証していただければというふうに思います。というわけで今回はですね、フォロワー数が少なくても売り上げが上がるということについて話をさせていただきました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価、そしてシェアの方よろしくお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。はい、龍先生、関根先生、今日もありがとうございました。ありがとうございます。見てる人ってそんなもう考えないから、本当にシンプルにしないとダメなんですね。結局そうですね、やっぱ作ってる方はこれでいいっしょって思ってたんですけど、まあ実際初めて見たお客さんからしたら分かりづらいっていうのは結構あるあるなんですよね。なんか聞いてて思うけど、めちゃくちゃシンプルな方法でなんか簡単に売り上げ上がりそうだなって今回の。まあそうだと思います。実際うちの、まあ、代行入ってるクライアントさんとかもフォロワー300人で、まあ、ワインが100万円分売れたりとか。ワイン100万円分、はい、そんなの売れんの？だから今代行さ、なんかやってるじゃん、関根さんって。はい、代行って具体的にいつもどこまでやってるんですか？基本的には、まあ、プランにもよるんですけど、撮影以外は全部こっちでほぼほぼできるようにしてます。で、上のプランだと撮影も僕らで行きますっていう感じです。あ、なるほど、はい、じゃあもうそれ全部ゴリゴリやってくれて、で、はい、じゃあ今回の動線設計とかもやってくれる？もちろんです。それをもうどのプランでやっても必ずやります。あ、そこやんないと結果出ないんで。なるほど、じゃあもう基本的には売り上げを上げるっていう出口ありきで全部代行するっていう。だからたまになんかこう代行業やる人でもやってもさ、一応運用してます、投稿してます、ほらフォロワー増えてる人と終わらせる人じゃん。そうですね、投稿してるだけとかはもう安いとこあるわけですね。ああ、じゃあまあとりあえず運用はやってるけどと言いつつ、何の意味もない、ないインスタグラムが爆誕しちゃう。そうなんですよ。ちょっとなんかデザインが多少マシになっただけで投稿が増えていくだけっていう。これは結構まあインスタ業界あるあるです。あ、多そう、はい、え、それなんか見極め方ってあったりするの？まあ、見極め方としてはだいたい安いところって投稿数少ないんですよ。なるほど。やっぱ投稿数少ないとそれだけお客さん呼べるチャンスが少ないってことなんで、まあ、でも投稿数少ないところは論外だと思います。まあ論外ね、そもそも、うん。まあ、あとプラスしてはやっぱりこう運用する会社の方に人材がちゃんといるのかっていうところ、従業員何人ぐらいいるのかとか。うちだったらスクールがあるんで、例えばじゃあ不動産系の会社からお願いしたいときは不動産系で伸ばしてる人をアサインするんですよ。あ、もうじゃあその専門の人をアサインするから、もう業界のことよく分かってるよ。そうです、はい。強っ。それなんか強みだよね。1万人も受けてる人いるんだからね。大体、まあ、どのジャンルでもいると思うんで。なるほど。え、じゃあ関根さんのところに頼むってなったらどうしたらいいの？まあ、問い合わせかなんかさせた方がいい。そうですね、まあ、見てる人何か多分頼みたい人もいると思うんですよね、おそらく。そういう方はじゃあ概要欄になんかフォームとかで大丈夫なんですかね？あ、じゃあそうしますか。あの、はい、そしたらなんか、まあ、関根さんのところは運用がね、人材がすごいたくさんいて、まあ、アサインがしやすいっていうところと、やっぱ今回の話を聞いてもらっても思ったと思うんですけども、やっぱ売り上げに直結するような動線作りが非常にうまいので、その辺まで全部ね相談したいって方、まあもしくは頼みたいって方はですね、ぜひこちらも概要欄の方に関根さんの問い合わせフォームを貼っておきますんで、はい、そこから問い合わせの方をしてみてください。よろしくお願いします。いいんじゃないかな。え、そしたらなんか僕のも全部やってくださいよ。なんか今日の話とか聞かなくてよかったじゃないですか。そんなことはない。でもホイミンだったら僕の中でこうしようかなってのありますよ。え、マジですか？うん。